が自信があるんだ。なぜだ。例の機械は無事のようですね。それブルマというやつは死にたがると、おそらくブルマという人物は機械技術で、なるフリーダ軍、さてスカウトの前に、
ちょっとソン君、オラも今はフリーザが悪いやつじゃねえみてえなんだ。よく見てみなさいよ、あの性格の悪さがにじみ出た。あれが改心しているやつの顔のわけない。意味わかんないこと言ってないで。こい、あのブルマさん、ごたくはいい、さっさとる。私たちは何度も同じ説明をするほど暇じゃないんですよ。そうせかすなって、こっちにもいろいろあんだ。事情は分かったわ。ま、そういうわけだからさ、こいつらにあの、そんで21号をみんなでやっつけんだ。ソン君、あ、でも女を早くしろ。ひんだ、そういう脅しには慣れっこ。なに、私が死んじゃったら誰が波動地。その機械でできた精神といつまでも一緒にいたいって言うなら別だけど、それでもいいの。ブルマさん、すげえたくましくなってないか。そっか、昔装置を使う代わりに私たちに協力する。さあどうするの。仕方ありませんね、その提案。フリーザ様、今は本来の力を取り戻し、そのために全ての邪魔者を排除し、そうでしょう。わかりました。いい？約束だからね。それじゃ早速起動するわよ。えい！特に変化はないようです。いや、どう消えた？おそらくその気配は私だが、私の中にいるあなた、最後の最あの不快な。では、あら、片手を上げてどうして。バカな、もっ先ほどの説明と。え、あの機械使うとほら、なんかま、あれほど説明したのに肝心な。なるほど、つまり我々は嘘で。嘘は言ってないわよ。まあまともに戦う。どういうことか説。この装置では波動を抑えるのが、だから自由に動くことはできても。そういや、そんなこと言ってたっけ。悪い悪い、話てめえら。ああ、それと定期的に中和装置を使わないと、また言葉一つ満足に言えない。つまり今後我々にはこの私を脅そうとは。ふふん、なんとでも言えばいいわ、私たちに協力。ふん、そう簡単に。ちょっと、な、私の装置がなかったらどうなる。残念ながら私はあなたがいなくてもいい。え、あなた方には私を騙した罰。そんなこと。いい加減にしないと。あ、これってまたフリーザの中にいるやつが。ほんいいでしょう、すべてが。こうなってしまっては私にリンクし、たとえ損。